光ってて、なんやろ。なんてか分からへん。ほんまに。変われへんからや。変われへんからか。そうじゃん。そうやな。うん、だ身動き取られへんからか。そうか。シーンって感じ。それでは同じ会話してるな。そうや。考えたって一緒やつよねな。でもまあまああのパパの方が動いてんもんな、いろいろ。俺はもうなんかやり尽くしたかなって。そうやんな。うん、もうあと待つしか。パパは寝て待ってます。うん。え、待っても大丈夫、ね、寝て待っとって大丈夫なんかな。いやだから動いた。そうやな。そうやな。うん、何もしてないわけだよ。そうやな。俺さ結構ほんまにもっと作ってくれたらいいのに頑張って工場はいはい、うん、何何俺何こんにちはこんにちはアルパパです。あこんにちはって言うのではい、はい、うん、今回ね、うん、俺あのこんにちはってまた呼んでいい。こんにちははいアルパパです。はい今回さ、うん、ベルファイア難民じゃない。あー、うん、まあ買えない状態です。そう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 やんな。俺結構あのいろんなところに電話をしたり、はい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 、訪問したり、はいはい、要はさ動きましたと、うんうん、で、いろんな反社さんに行って、うん、販売の仕方、うん、特徴がそれぞれ違ったので、うん、それを少し皆さんにね、はいはい、共有しようかなと思います。はい、うん、で一つがまず一括で、抽選を、受け付けて、うん、で抽選終わったらもうあとは一切受け付けませんっていうところ、うん、これが一つ、うんうんうん、だから6月の21から、うん、なんか何週間か、うん、抽選の手挙げてくださいと、うん、で申し込みをして、うん、抽選通った人だけが OK で、うん、後からあの申し込みたいんですけどとか、うん、商談待ちしたいんですっていう人も受け付けませんっていう、はいはい、これが一つ。うん、2つ目が、うん、抽選はしてません、うんうんうん、申し込み受け付けます、うん、だけど誰に売るかは、はい、うん、それこそローンを組んでますから、あ、過去にお取引がありますから、そうだよね、要は反社さんがもう決めますと。そうだよね、うん、だからそれこそあのよく言われてるなんかディーラーコーティングをつけてくれ、はいはいはい、要は有料顧客を、ね、そうね、うん、をディーラーさんが選んで、うん、このお客さんに割り当てますっていうパターン、うん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 、これ2つ目、うん、3つ目が、うん、抽選はしますと、うん、抽選申し込んでません、うん、だけどキャンセルが出たりとか、うん、まあ、追加で何かあった時に、うん、商談をしますと、要は商談予約表っていうのを、うん、書いて待てる、うん、あの反射さん、うん、これ3つ目。あで4つ目は、まだ最初から商談予約を受け付けて、うん、はいはい、で1番から200番まで商談を受け付けます。で、順々に商談をしていく。でアルファードだとかベルファイアだとかそういう枠がなくて、うん、商談の順番だけ、あ、先着順みたいな紙を配って、で、まあ、商談をしていきます。でそこはまあ商談予約表もかけたね、そこの枠にあの入ってないんやけど、うん、商談今日行ったところで、うん、商談予約できます、うんうんうん、大きくこの4つ、うん、で説明できたこと。4パターンか。へえ。大体住んでるところのエリアの反社さん、まあ、要は反社さんによって全然まちまちってことだよね。そうやな。だから商談どこが一番確率高い、順番とか言ったらもう、え、抽選が一番確率高い、うん、分かれへん、分かれへん、うーん、なんか有料顧客やったらもう無理やん今まで。そこは無理っぽいな。一応、ね、絶対無理。入れてるけど、うん、その予約っていうか、そうやね、あの買いたいですという意思を示してるけど、うん、取引ないしさ、そうやろ、ローも組まないしさ、うん、一番取れるプライオリティの低い客やからさ、そうやな、そうやな、多分回ってこないね、うんうん、まあそれで言うと商談予約は入れさせてもらってるディーラーさん何件かあって、うんうん、でそこで、まあ、たまたま
うん、余りましたとかさ、はいはいはい、で相談進んでったけど、うん、で満杯になりませんでしたとかさ、うん、か、まあ、あのトヨタさんが増産します、うん、はいはい、で割り当てが増えます、うん、で、まあ、商談予約入れてるところに、うん、割り当てが増えて、うん、まあ、順番が回ってくるみたいな、うん、そうやな。まあいずれにしてもいろんなこう反射さんがあっていろんな売り方があるっていうのが、うんうん、すごいまちまちでなんか面白いなと思ってさ、合計で俺20店舗以上出ましたね。で実際あの商談予約書き行ったりとかさ、うん、あやってるわけ。3つぐらい、どんなぐらい、ね、1、2、3、3つか。だから商談予約表って書いてるのよ。みっせやな。でそんなの受け付けませんっていうところもあるからさ。せやな、もうそれも一切。そうそうそう。せやな。増産があった時は、うん、もうその時でどうするかは決めますみたいなさ。うん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 。でもさ、ほんま見ずに買う人ってすげえな。もう絶対それ買うっていう人はもう最初にさ、そうだね、言うてるわけやん。やっぱ私らもこうやって気変わってるやん。まあそうやね。いや私40もほんま行く気なかったけど、見たら気変わってるし、またベル買って見て気変わってるし、でハイブリッドなんか行く気なかったけど気変わってるし。なあ、でもそれブレへんってすげえなーって思う。まあでもあっちの方が良かったかなとかさ、その水煮とか、うん、あと、まあそういう可能性はあるよ、うんうん、まあまあでもアルファードはまあ絶対的な存在なのかもしれへんな。まあね、アルファードっていうネームというか、もともとベルファイアなくなるんじゃないのって言われたからさ。せやな、ベルファイアまあまあちょっと どっちかわからないような感じやったやん。いやそうやね、だからアルファードだけ売ってくれてたらさ、そうそうやね、そう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 。だからもうアルファード一つになるって言ってたよな、いつか買いますっていうだけで終わってたはずないけどさ、うん、選択肢が増えたから。そうそう、ベルファイアが残るし、またベルファイアがちょっとかっこよくなってるからさ。そうやな、トヨタも商売します。まあやな、まあな、まあまあ相変わらずいずれも高級車やな、ほんま、はい、まあ今回はこんな販売方法がありますっていうのをね、うん、させていただきました。まあ今はなかなかね、どのディーラーさんに行っても、うんうん、あの買えるっていうのはまあ難しいんだけど、うん、せめて商談予約は入れとかないとさ、声すらかからないっていうのが、まあ、そういうことやな、うん、まあそこのね、商談予約っていうところができるディーラーさんは多いと思うので、うん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 、たくさんディーラーさんって種類あるからさ、会社が違うから、それさ、そやな、投資も違うので、うん、声かけてみるのも止まってる夜ってことやな、声もこれだいぶ声ちっちゃくなってるね。はい、はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。はい、はい、さよなら、さよなら。Just like I always see.